ワーキントン・タウン・ RLFC は、イングランド、カンブリア西部のワーキントンでプレーする、セミプロラグビーリーグクラブである。2019シーズンは、リーグ1でプレーした。ホームスタジアムは、ダーウェント・パークと呼ばれ、スピードウェイチームのワーキントン・コメッツと共用している。ワーキントン・タウン・ RLFC は1944年12月に、ワーキントンにある、 ロイヤルオークホテルで開かれた会合で設立された。ワーキントンタウンの理事会の多くは、地元のサッカーチームである、ワーキントン AFC の理事会から来ており、チームはザレッツとグラウンドを共用することになった。ラグビーフットボールリーグへの加盟は1945年1月23日に、マンチェスターにあるクローブナーホテルで開かれた会合で承認された。ワーキントンタウンは、 カンバーランド初のプロラグビーリーグチームとなった。クラブは1951年にラグビーリーグ王者となり、1952年にはチャレンジカップを制した。愛称は単にタウンであるが、他チームのファンからはワーキと呼ばれることもある。ローカルライバルはホワイトヘイブンである。タウンはトランスジェンダー選手を試合に出場させた世界初のプロスポーツチームである。 2017年5月にトランスジェンダー選手のゴードン、モーデリングが出場を果たした。ありがとうございます。